豊川さんと吉平さん の, あの防寒マフラーがお揃いだったっていうのを聞きました。スペシャリストになって自負しています。着物でカツラでやっぱり首、手首、足首、あの血管が通ってるところは大体露出してましてやっぱりあのお着物って着込めるイメージなんですけど、でもやっぱりこう出てるところがあのからどんどん熱が逃げていくといいますか、やっぱりその京都行くってなると、特に冬ってなるとこう身構えるものがあるんですけれども、そこはあのどこに回路を張ると有効かというのはちょっとずつ日々あの研究の対象にしてまして、はい、あとはそのレッグウォーマー的な、今すごくいいのがあってモコモコしてるやつがあって、そういったこう保温アイテムにちょっと凝ったりとか、そういうこともしました。なんかちょっと聞いた話によると、現場では豊川さんと吉平さん の, あの防寒マフラーがお揃いだったっていうのを聞きました。皆さんそれぞれあの工夫されて寒い寒い京都を乗り越えられたんだなと思います。はい、天海さんは何か工夫したことありますか？寒い京都の撮影を乗り切った、これがあったから乗り切れた。いや、私あのお着物で寒い時期のって何作かありまして、もうスペシャリストになって自負しています。もう体が私的にもうこれにこれを重ねて、これをこうすればっていうのがもうノウハウを持っているので、割といい感じに乗り越えることができました。頼もしいですここもかっこいいんだな。違う、はい、ありがとうございました。人様に お伝えできないのが申し訳ないですけど、はい